えー、こんにちあがミですということで異動になったんで Vlog やっていきたいと思います俺しまったわあのさこないだの土曜日にさ俺ラジオに出させてもらったんだわほんでそこでチャゲアスの曲を流してもらったんだわだもんで金曜日にその土曜日の夜に俺ラジオ出ますよみたいな宣伝やる気満々でおったのに金土 ちょっとバタバタしとってこの Vlog ができんかったでしょうその告知するのもう忘れてないけど忘れとったっていうかできんかったわいやすいませんでしたあの土曜日にさ、まあ、収録だったもんでえっと先週ぐらいに収録であの行かしてもらってほんでこないだの土曜日に放送だったんだわいやこれ告知したかったなマジでなんか見えんのかなアーカイブとかちょっと見てみよう 本当にで出させてもらってさあのー、おすすめの曲なんですかってって「チャゲアンダスカのノーペインノーゲインです」って言ってかけてもらったんだわ本当にありがとうございましたということで昨日さアスカがあのー、鹿児島公演だったでしょうでツイッター見とったらさなんか声が出んかったもんで昨日その振り返り公演をやりますみたいなめちゃくちゃいいやんと思って そんなのめっちゃうらやましいやんと思ってさだけどまあ俺ぐらいのアスカマニアになるとですね俺アスカトラブルを3回体験してるんですよ <laughs> 本当に勘弁してほしいでしょ本当にだけどそのいや勘弁してよっていう気持ちもむちゃくちゃ分かるしうわなんかもうこの声出ない中でもすげえ頑張ってんじゃんみたいな感動すんじゃんっていう気持ちも わかるし。だけど、今回の鹿児島に関しては、幸せだと思いますよ。本当に。まあ、不満がある人も当然おると思うけども、まあ俺もその気持ちわからんでもないけども、あのー、やってくれたでしょ。ちゃんと、最後まで。だから俺が経験した3本のうちの1本は、そんな感じだったんですよ。本当に。大阪公演でさ、あのー、 なんだっけあれフェスティバルホールでやった時にさ声がカスカスでマジで俺なんかよっぽどのことがない限り別に声がカスカスだろうがあのー、神様だからさいやもうそんなのもう声でない日もありますよぐらいな感じなんだけど本当にそんな俺ですらえ歌ってなくないぐらいのなんかいや歌ってる動作はしてんだけどまあ席がちょっと遠かったからさ。 動作してんだけどボーカル全然何も聞こえんやみたいな感じで俺多分ねあのファンクラブのブログにもそれ書いたんですよ。初めて泣きませんでしたって。まあこの間もちょっと喋ったけど全く泣かんかったのその時。でそのツアーの同じ公演を別のとこでも見とるはずなんだけどちょあんま覚えてないんだよねいつの公演か。だけどその日は本当にびっくりするぐらいあれだったの でもまあ俺はそれでもいいやと思ってたんだけどなんか今回の鹿児島もめっちゃ想像つくんだけどさなんか神様らしいというかアスカらしいというかごめんとか言って途中で MC ででなんかこれどうしようみたいな <laughs> どうしようみたいな言ってんやけどなんか多分その大阪の時も振り替えをやろうみたいな話をなんかライブ中にしとったような曲があるんだけど大阪のそのフェスティバルホールで ホールの空きがなななかかったんじゃないかな多分ずっと埋まっててみたいなほんでマジでごめんみたいな感じでもうその場でなんかいろいろ対応しようとするわけステージ上でよっぽどなんかその音楽に対するさ愛とか責任っていうのがめちゃくちゃ強いんだろうなみたいなで大阪の時は途中であの大久保さんっていうさステージプランナーの人が普通に出てきてさなんか競技みたいな始まってさ でアスカがさもう今回のツアーのライブ録音のなんか CD をまだなんかミックスする前のなんかリアルなみたいなミックスした後のだったかなマスタリングする前か分からんけどなんかそのライブ感がある音源を皆さんにお届けすると約束しますからみたいなほんで「ごめん」とか言ってだからそういう対応めっちゃ分かる多分鹿児島でも。 ごめんんっって言ったんじゃない知らんけど俺言ってないから「ごめん」っつって「もう一回やるわ」みたいななんか分からんけどなんかそのその場でちゃんとお客さんに一生懸命誠心誠意対応しようとする感じはものすごくわかるんですよだから大阪の時は結局武道館かなんかで録音したた CD が送られてきたその大阪公演にカスカスだった時の大阪公演にいたからなんか 特別でしょあれ多分あそこにおった人しかもらえとらん CD だと思うんだけどあれどうやって住所とか伝えたんだろう覚えてないな本当に覚えてないけど俺の手元にはそれが2枚ある2人で行って2枚チケットがあったからその2枚その CD があるんですよ今度ちょっとアンドカフェに持ってこうそのなんかレアな感じの CD があるのだからそんなようなもう本当にその場で お客さんに対して全力で対応してくれるそのアスカの感じっていうのはめっちゃ想像つくんですよでその時の俺が大阪行った時も全然良かったし多分今回の鹿児島の人たちも全然いいってやってくれたもん俺アスカトラブルの残り2回がもう最悪で <laughs> まあ最悪でっていうかそのいろんな気持ち分かるよだって海外からも来るし遠方からも来るし 東京から鹿児島とか名古屋から鹿児島とか結構飛行機も乗ってさなかなかな旅行じゃないですかでその中で行ってでコンサート会場に入って入ってカスカスでもう一回やりますだったら全然いいんだって俺の場合福岡まで行って名古屋から <laughs> 新幹線でで2人で2人で移動したから片道3万とかするでしょもっとするかほんで 往復で万万とか7万とかかするじゃん新幹線だけででさその時めっちゃ気合い入れてさその会場がキャナルシティだったんですよでキャナルシティになんだったっけあの高級のホテルえっ、ー、とハイヤーとかなんかハイヤーとかなんかあるでしょキャナルシティとの併用したところにハイヤーと泊まってさ「もういよいよ明日はライブだぜ」みたいな「待ちまた神様のライブだぜ」って言ってめっちゃ気合い入れとったっけ で、俺は2日目のチケットを取ってたんだけどでもあのハイアットにさチェックインした日はもう1日目がやるみたいな感じだったっけそしたらさ、いきなり「中止です」とか言って <laughs> あの確かねなんかスタッフかなんかで「コロナの人が出たから中止です」みたいな,なんかニュースになってさ「イエーってなるやんもういちいち新幹線で来て。 ハイヤーと泊まって明日めっちゃ楽しみだったのに」とか言ってだけどその時も神様はすっげえんかもういなんかちょっとでもなんかしようっていう気持ちが多分めちゃくちゃ強い人だから1日目に1日目って多分もうお客さんがホールに行ってたんだよねその状態で中止になったからなんか沢近さんと一緒になんか一曲歌ったんだって福岡かなんかをめっちゃいいやんってなるやんそんで。 ごめんつってまた振り返り公演でっつって1日目はそれで歌って帰ってったんだってほんで中止になりましたってなったんだってだけどさ俺取ってたチケット2日目だったでしょほんで何にもないやっけ2日目俺なんなら会場の横に泊まってたから会場まで行ったけど普通に片付けられとったでね <laughs> あの何にもないぐらいなっててさほんでなんかちょっと差を感じるじゃん なんで1日目の人だけあれ1曲福岡聴けて俺ら2日目なんか無視なみたいな気持ちにもなったけどなんかね別にいっかって思えたのそのそれが飛鳥のファンに対する気持ちでしょと思って確かにそれは見れんかったけど俺はそのレアな1曲はなんかもうそのんて言うのファンの人を思うがゆえの突発的な行動だったりするから まあそれがアスカなんだなと思ってまあ結局なくなっちゃったからさライブがもうその辺で飲んだくれって帰りましたよ福岡行って <laughs> 福岡行ってさただ酒飲んで帰ってきたじゃんその時は <laughs> あのハイアットに泊まってっていうことがあったわけだからまあそのなかったことに比べたら鹿児島もいいでしょでもう一個あってさトラブル3回経験しとるもんで大阪の時なんて最悪ですよ あのこれはね覚えとるコロナが流行る直前だってコロナが流行ったのが多分2月とか3月ぐらいでしょうその年の1月に俺大阪公演行ったじゃんねほんでもうワク,ワク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 してさ「ちょっと俺トイレ行ってくるわ」とか言ってほんでトイレから戻ってきたらなんかざわついとんだってみんながあれ何と思って何ざわついとると思ったらさ「本日 体調不良のため公演を中止しますみたいな「イエーってなって「何それ?」ってなったよそりゃその時も「なんでな?」とか言ってほんならもう大阪にすら来てないみたいな多分その時はまだ東京に住んでたと思うんだけどであで振り替えとかも何もなくて何にも行われずほんで俺はもうやることないやんでてせっかく大阪来たのにどうすんのっつって。 そのまま俺 USJ 行ったんだわ。<laughs> やることないもんで。で、U、大阪って行ったら USJ やんと思って USJ 行って、あのなんかジュラシック・パークのあの飛んでく、あの鳥に捕まえられて飛んでくジェットコースターあるでしょう。<laughs> あれ <laughs>、くそ寒い。1月、年明け早々だったんだわ。1月の。で、そのくそ寒い中でそのジュラシック・パークのジェットコースター乗って風邪ひいたもんね、俺。<laughs> アスカのライブ行って 何にもなくてやることないもんで USJ 行って恐竜に捕まえられて飛んでくジェットコースター乗って風邪ひいて終わり最悪でしょマジでほらだからこれに比べたら鹿児島のいたんてめちゃくちゃ幸せじゃんって普通に思うだからなんかアスカって本当になんか気持ちで生きとるでしょあの人多分まあほに 会って話したことないもんで、ね、知らんけどいや会って話してマジで一回あの知らんけど本当に俺が体験したその対応とか見とってもその大阪の声が出んかった時もとにかくもうそのステージ上で何とかしよう何とかしようとかすっごい一生懸命なんかやっててこうなんかほんで結局超レアな CD をくれたりとか多分今日今回も昨日も鹿児島であのそういう風だったんだろうね多分ごめんっつって。 ごめんって言うあの人 <laughs> かっこいいマジでそうそうそうだからそういうすっごい人間らしい部分でそういう対応になるんだろうなってだからそれを見れた鹿児島の人たちはすごい幸せだし羨ましいなって俺は本当にそこにいたかったなって思うし何なら振り返り公演行きてえなって思うしって感じだからあだけどその遠いとこからね旅費をかけて あのー、なんかいろんな思いで調整してさ仕事休んで「この日のために」って来た人も当然いっぱいおるわけでだからそういったちにしたら「なんやそれ!」って思う気持ちもわかるでも仕方ないがん俺なんてそれこそすっげー開けてさ福岡まで行ってさ旅費もめちゃくちゃかけて行ってほんで 張り切っていこうかなと思ったらやらんかったんだでねやってくれんかったんだでねその一日前はなんかピアノでやってくれたんだでねみたいな経験もしとるけどまあそんなもんですよなんか最近なんてさライブなんてあの台風で中止になりましたとか何かいろいろあるじゃんまあそんなのトラブルはつきものだしなんか人間だってそのなんか まあちょっと見たけどそんな大勢おらんと思うけどプロだったらその日にちゃんとやるのが当たり前だろうとかって言う人もおるけどまあそれは若いやつはそうだよもうレジェンドだから神様は66歳であれだけのステージをやってくれてるだけでもう十分なんですよって俺は思うだからあのもうしょうがないんツアー行って中止ですって言われたら もう酒飲んだくって恐竜に連れてかれてギャーって言って風邪ひいときゃいいんだって俺は昨日の投稿を見て思いましたっていう話でした本当になんかまああるだろうねこんだけ長いツアーになると何本かはあるまた当たらんけりゃいいんだけどな俺それに俺結構弾くんでそれ3回も弾いとるでね振り替え CD 中止みたいなで中止した時の チケット代のさなんか払い戻しのやり方もわからずさあの今も家にあるよ俺あの半券が半券がじゃないわ実験が半券切ってない普通のチケットがでそれもそのうちの日本大阪なんかリハーサルが見えるみたいなさなんかほんでそのリハーサルでなんか2,000円かなんかでリハーサルが見えてそのお金を熊本に寄付しますみたいな。 企画があっほんだってその時で俺リハ見えるなんてめっちゃ幸せやんと思ってめっちゃ楽しみって撮ったそのリハーサル観覧もなくなりまして <laughs> 多分そのリハーサル観覧のチケットもまあ寄付されるんだったらいいかと思って払い戻しもせずに撮ってあるだから俺23枚さあのあるよあの切ってないチケットが <laughs> まあそんな感じで。 あのー、鹿児島の皆さんよかったねって俺は思いますっていう話でした。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。